コフスキーが作曲した全4幕5場のオペラ。新英隊という日本語訳題が当てられることもある。リブレットは、イヴァン・ラジェチニコフの悲劇を下敷きに作曲者自身の手で執筆された。扱われている題材はオプリーチニキであり、オプリーチニナの時代のイヴァン・ライテイの宮殿を舞台としている。作曲は1870年2月から1872年3月に、 かけて行われた。本作には、過去のオペラ、地方長官からの楽曲も引用されている。作品は、ロシア大公コンスタンチン・ニコラエビチに捧げられた。初演は1874年4月24日、サンクトペテルブルクのマリーンスキー劇場において、エドワルド・ナープラブ・ニークの式によって行われ、同年5月16日には、ボリショイ劇場でのモスクワ初演が続いた。 ピッコロ、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルヨントランペットに、トロンボーン3、チューバ、ティンパに、トライアングル、シンバル、大太鼓、ハープ、弦5部。オプリーチニクの舞台美術となった街の通りの風景。アポリナリー・バスネツフが、1911年。感想曲、感想曲、作曲者自身の手によるもの。ありがとうございます。